はいどうもこんにちは。ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。ということで今回は、このチャンネルの初動画なので、張り切ってプレイしていきましょう。ということで今回はサムネにもある通り今シーズンの、ボスのスローン博士の安全で、簡単な倒し方を紹介していくよ。まずはミスティーメドーズの、下にある大きなアンテナがある基地に、行きましょう。ちなみに今回紹介するルートは敵がいなければほぼ確実に、ノーダメージでボスを倒すことができる割と、最強なルートなのでぜひ最後まで、見てくれると嬉しいです。ここの基地をサクッと漁ったら次は山を、降りて青いキューブに触れて、シールドをマックスまで上げます。青いキューブに触れるとシールドが、回復するんだぜ。山を降りたらこのジップラインで、青いキューブまで行きます。青いキューブに触れるときに、周りにある宝箱を、漁っても良いですね。こうやってこのキューブに当たるだけでシールドがもらえるんだぜ。なんかバグったんだけど、どういうこと？動けないなんだったんだ？バグじゃね？知らんけど。そしてシールドがマックスになったらこの橋を、渡ってキャティコーナーの、崖下の小さな家に行きます。そういえばもうすぐチャプター3が、始まりますね。皆さん流行り残したことはありませんか？ウプ主はレベル300を、目指していたんですけど結局レベル300は無理そうですね。この小さな家に着いたらこの家にある冷蔵庫を開けましょう。スラープフィッシュが出たら乗った方が良いです。それ以外の魚なら持たなくてもいいと思います。この家を漁り終わったらこの家のすぐ近くにあるゴミ箱に入ります。そうするとキャティコーナーへ一瞬で移動できます。キャティコーナーに着いたら適当に漁っちゃいましょう。キャティコーナーでは武器だけじゃなくて、資材も取ってください。キャティコーナーは資材が取れやすいからね。そしたらボスを倒しに行きましょう。ボスはキャティコーナーの近くの、トンネルのようなところにいます。それでは早速倒していきましょう。まずトンネルの外にいるアイオーガードを、倒してください。そしたらトンネルの奥の方にいたスローン博士が、トンネルの外に近づきます。その時にフェンスの隙間から撃ってください。フェンスの隙間から撃つと、ボスが反撃してこないので、すごく簡単にボスを倒すことができます。はい、ということで無事ボスを倒すことができました。誰でもできると思うのでぜひやってみてください。それでは今回の動画は、ここまで、今年中にチャンネル登録者数100人を目指していますのでよかったらチャンネル登録、高評価をお気軽にお願いします。それではバイバイ。